163cm。 いいですね。皆さんこんにちは、野球YouTuberのもこです。よろしくお願いします。バーバーバー。本日はですね、6月の4日なんですけども、明日、6月5日向こうの日に婚姻届け出します。ということは、独身最後の日です。やばいっすよね。やばいっす。マジの最後っすよね。マジの最後です、はい、まだ僕は遊びたい。ということは、どういうことか皆さん分かりますよね。美女と野球やらせてください。美女を呼んでますんで、今日大丈夫ですか、白熊さん。明日理解してくれてる。理解してくれますか。まだ遊びたい。死ぬほど30人ぐらいとコラボしてるから、ね、確かに確かに、はい、じゃあ最後の、独身最後の日にコラボしていただけるのはこの方です。あやさん、カモンヌ。お願いします。また可愛い人。ちょっと、ちょっと見てください、このスレンダー美女。確かに。いや、ちょっとね、よろしくお願いします。名前はあやさんですね。はい、あやです。実は TikTok で、僕もう見つけ、いきなりおすすめ流れてきて、うわ、これちょっと速攻メッセージ送ろうと思って、で、コメントしたらすぐ帰ってきてくださって、で、そこにちょっとメッセージやりとりしたね。そうですね。なんと向こうも見たことあるということで。お父さんがめっちゃファンで。待って、マジか。なんかちょっと恥ずかしいことだけど。嬉しいですね、でも。嬉しいっすね。はい。お父さんがじゃあ、バリバリやってたんですか。やってました。あ、で、だからきっかけって何だったんですか、始めたきっかけは。小学生の時に、ドッジボールやってて、子供会の。はいはい、で、投げるのが好きになって、うん、そのまんまソフトボール。なるほど。小学校からソフトボール始めて。いや、中学校からです。中学校から。はい。で、高校がなんか強いところに。明秀学園日立高等学校という。聞いたことあるぞ。明秀日立。はい。野球が甲子園で出てくる。でもソフトボールもめっちゃ強いんじゃないですか。まあ。じゃあその中学高校までソフトボールやって、で今はどういう活動してるんですか。今は芸能事務所に入って、はい、モデルとタレントの活動をしてます。もうちょっと美しすぎてね。確かに。こんなピッチャーいたらちょっとみんな惚れるんじゃないですか。打てないっす。腕打てないっすって、はい、しかもなんか僕メッセージやり取りした後になんか知り合いから結構メッセージ来たんですよ。向こうさん、なんか この子なんかコラボしたらどうですかみたいな、いやもうとっくに連絡済みっつって。実はね、ですごい球投げて、で僕とやり取りしてからもうなんかTikTokもバズってて、そうですよ、ね、なんか招き猫みたいな感じ。全部なんか20万再生とかめっちゃ言ってましたよ。皆さん見たことあると思うんで、で毎回そのちょっと前のアングルがあんま映らないです。そうあれちょっと狙ってやってるのかなんか知らないですけど、そのあやさんは後ろからの姿しか、そうだからこれちょっとね、みんなもめっちゃ気になってると思うんで、今日ちょっとコラボできて光栄です。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はちょっとね、ソフトボール、ボールも自分のマイボール持ってきてるんで、多分これ買ったっぽいんで。大体。ということで、怪我なく今日はソフトボールを楽しんでいこうと思うんで、独身最後の日頑張りたいと思います。じゃあいきます、はい、じゃあちょっとよろしくで、はい、いきます。それでは動画をご覧ください。よろしく、はい、いいっすね。すごいっすね、マジ細すぎないですか。すごい、はい、本当にピッチャーできるんですか。やってますか。グローブさん、いつから使ってるグローブですか。高校2年生の時、うん、2年生に買って、はい、ピッチャー用の、はい、ソフトボールを、はい、しかも結構手入れですちゃんとされてないですか。綺麗です。一応ちゃんとお父さんが厳しいんで。お父さん厳しいんだ、はい、お父さん野球やってたんですか。お父さん野球やってました。はいはいはい。兄弟とかいるわけじゃない。まあ4人兄弟で、はい、誰も野球はやってない。本当にもお父さんの影響なんだ。あ、はい、いい。全員男兄弟で、で男兄弟はみんなテニスに行ったんです。マジか。でお父さん的には私がテニス行くと思ってたから、はい、まあ、流れ的にそうですよね。そうです、女の子で、はい、だけど私だけがグローブ買ってみたいな。中学校の部活の時には、うん、お父さんのグローブを勝手に持って、はい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 、部活で使ってました。いいですね、はい、こんな子供欲しいです。いや嬉しいっすね、はい、マジで。ちょ、お父さんも向こうず、あ、確かに入ってもらえますか。向こうさんの判断で。さあ怪我しないように、怪我したらマネージャーさんに怒られるんで。今日ちょっとね、ピッチングとバッティングを見た後に、はい、ちょっと投球久しぶりにやってもらおうかなと思って。ああ確かに、最高の相手用意してるんで。皆さん多分気づいてるかもしれない。ちなみに明秀日立ってあれですか、もう自分で入ったんですか。推薦で。あ、推薦で、はい、中学はもう普通にあれですか、強豪とかだったんですか。いや、もう全然弱小でした。で、ピッチャーで、はい、でもそのなんか中学から始めてそのピッチャーになるってすごくないですか、はい、すごいです。結構投げてたんですか。はい、中学校1年生の時に、うん、もう
応メンバーには入って、うんうんうん、で3年生の先輩が明秀に行くって決めて、うんうん、はいはい、中1で明秀に行くって決めて、うん、いや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 、すごい。だけど決まったんですね。あ、決まってます。自分で先輩がそこに行くから私も行く。なるほどなるほど。でその先輩とじゃあ一緒にまたプレーすることで、あ、そうです、ちょっとプレーして、いいっすね、青春っすね、はい、それを思い出しながら。めっちゃ投げれる。ピッチャーは投げそうなの？あの上からでも。野球全然、野球のピッチャーできそうですよ。お父さんは今スタッフとかやってないんですか？何もやってないです。マジか。はい、でブランクあるらしいんで。ブランク8年あります。ブランク8年あります。8年 8よ8、そのぐらいですか？8年の球じゃないんだけど。だから、なんか今日目覚めたんですか？なんかソフトボールやりたいな、なんか久々にやりたいなみたいな。はいはいはい、やりたいなみたいな。はいはいはい。でしかもモデル活動もしたから、まあ、ちょっと TikTok も上げてみたんで。そうですね。なんかバズっちゃいます。おお、いいね。ナイスボールだ。全然草野球も来てほしいですね。マジで、ちょっとボールちっちゃい。いいっすね。おお、いいっすね。どうします？いきなり、いきなり野球やって100キロ出したらどうします？確かに。出せそうですけどね。確かに。私は上やって、はい、でまた近くなって下投げやります。はい。上とからするんだ、珍しくない？向こうさんは何で作ってました？ソフトボール。実はソフトボール出身なんです。あ、小学校の時ピッチャーで。その時向こうさんは、その時誰がそのアップ、多分下から投げて、下からずっと、うんうん、よし。わかんない。スタイルいいから全部綺麗に見えるじゃないですか。スッていきますもんね。あ、でももともとピッチャーやる前はサードやってて、はい。結構怖いっすよ。怖いです。下から、はい、いきますか。わ、怖い。向こうさんはブラッシングする派。ほら、おお、さすが。結構いくね。まあ、スピードが全然違う。20年ぶりだよ。わ、めっちゃ来る。ナイスキャッ。あ、カメラマンを襲撃。カメラマンもなんか信頼してた。うん、カメラマンも微動だにしなかった。うわ、ナイス系の。お、強いね。ナイスボ。楽しい。いつもあのキャッチボール、あの受けてくれてる人は誰なんですか？友達とかですけど、なかなか女の子が取れないから。そうですよね。はい、男の子を誘うしかなくて。嬉しいっすよね、誘われた。受けてもらってじゃねって感じですよね。あ、そうです、そうです。的として呼んでるだけです。でも俺もそんぐらい行きたいっすよね。僕さん、受けてもらってじゃないよ。ふっかるな。てか背高いっすよね。身長は163cm。 いいですね。170近く見えますよ。あ、よく言われます。確かに俺のが3センチ高い。手めちゃくちゃ痛いです。あの回転がすごい。あ、あの なんていうのかな、ライズ系だけど。ライズ系、うん、受けてたら楽しいです。受けてて楽しい。ありがとうございます。ナイスボー。トレードめっちゃいい。ナイスボー。1球目にそうそう、下から投げると見つけて上から投げますか？あ、わかりました。で、結婚おめでとうっつって上から投げますか？OK です。もう全然前に行っちゃっていいんで。 OK。
はい、ちょっと綾さんがね、久しぶりの投球やるらしいんで、座ってピッチングが久しぶりですよ。はい、OK です、OK です。ちょっといろいろ引き出していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。行きます。結婚おめでとう。結婚おめでとう。おめでとう。ズキュン。ちょっと今惚れかけたんですけど。今ショーめっちゃいいボールだったし、はい、ど真ん中でした。結構かったですね。めっちゃいい。ちょっと好き。危ない。じゃあ気を取り直して、はい。はい。押されてるよ向こうさんが。ナイスボール。早っ。早いっすね。はい。はい、なんかどうやってその差を埋めたんですか。もう投げ込みばっかやってました、あ、でもやってたんですね。その公園でどれぐらい投げてたんですか。え、でも2時間ぐらい2時間だいぶ投げてる、でも毎日じゃなくて、まあ、3日に1回とか。あ、でももともと綾さんの夢がなんかあの女子プロの、プロ実業団の、そうだからあの上野由紀子さんとかね、ビッグカメラ高崎とか、はい、ちょっと今モデルになっちゃったんですけど、ぐらいですか、はい、あのプロとモデル目指すモデルとかも昔からちょっとやりたい思いがあったんですか。全然なかったです。ああ使うとか。そうですね。えっ YOU みたいな。ちょっと古いですね。ちょっと古いですもうちょっとだけ。じゃちょっと受けていいですか。はい、3球ぐらい。あと3球ぐらいいきますか。あの1回イメージで、はい、この後対戦あるんで。あ、そうだ、対戦ストライクボールで。はい、ストライクチェンジアップ。ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。いいぞ。ナイスボール。ワンボールツーストライク。こうやってなんか優しい目してるんですけど、はい、もう戦いの目、戦う顔してます。すごい、マジで。どんな修羅場くぐり抜けてきたんですか。結構もう超厳しい、寮生だったんですよ。マジか。普通のみんなと同じ時間の練習を終わって、ご飯食べて、自主練で2時間ぐらいやって、ウェイトやって、たんで結構やってます。今日はスペシャルなゲストを呼んでますどうも、打率0割9分5厘のユーボンです。今シーズン打率0割9分5厘です。あれユーボンのこと知ってました。知ってました。TikTok で流れてきます。はい、あ嬉しいな。はい、あいちゃんお疲れ様です。ちょっとね、ピッチングめっちゃ投げまくったんで、はい、この後なんかあのバッティングも得意だって聞いたんで得意、まあ打ってます。え、しかも左バッターなんですね。左です。え、いつからも中学の時から左。中学からで何番バッターぐらい打ってたんですか。中学生の時は、まあ、3、4。マジか、マジか。じゃあちょっと今日バッティング見させてもらいますので、はい、よろしくお願いします。おお。すげえ、なんかシンプルっすね。トップクラスでいいですよ。確かに。それはプロ無駄にしますね。これ神スイングじゃね。どうすか、ユーポンのトスは。まあ、もうちょっと早くやってほしい。なんでなんで、やば。でもなんか言われてんぞ。お前のトスのペースが遅いらしい。みたいな感じ。いや、あのキャッチボールして分かるやろ。あやちゃんは、そう、あやちゃんっていうのはもう強豪校の子はこのテンポだね。おお、すげえ。はいはいはい。呼び出さないよ。やっぱ1、2、3、そう。うん、ああいいね。ちょっとポイントを思い出しながら。え、バッティングはいつぶりですか。なんかバッティングセンター
で軟式は打ってたんですけど、あそか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 、ソフトボールは8年ぶり、でもあの軟式よりは多分打ちやすいんじゃない、打ちやすい でかいし、はい、ちょっと重いぐらいで、重いぐらいで確かに、うん、3OK、 よし、じゃあボール拾い、はい、はい、なんか二刀流なかなかいないじゃないですか、はい、え、じゃあ足早かったんじゃない、もしかして足めっちゃ速かったです、マジか、いつだいだ走るか、あとで俺と対決、どこで走るの、俺と対決するか、絶対勝つよし、いい、いい、おー、いい、スロップショートしてる、おーい、おー、はいはいはい、そういう感じね、そういう感じ、そう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 、いいね、この打球ピッチャー来たら取れないよ、足が分からない、ウー、ああ今行ったな、あーいいね、あーいいね、ナイスナイス、だいぶ、あーいいね、あー惜しい、多分あれじゃない、優しさでセンターに打ってないって感じですか、そう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 、今のでもまだ引っ張りですからね、そう、惜しい、あ、マジであの反応できるんで大丈夫ですよ全然ね、ナイスバッティン、ホームラン、ナイスバッティン、ナイスか、ナイスだって、ナイス、ユーポンセカンド守れよ、ナイスだって、ナイスだって、ナイスだって、拾った、うまい、やばー、これホームラン、はい、おー、もう柵越えです今のは、ホームラン、イエーイ、はい、ナイスホームラン、今の完璧っす、あの、あやさんね、あの、インスタと、あと何やってます、 TikTok か、そうです、そうですね、はい、やってますので、ぜひフォローよろしくお願いします、お願いします、それでは次の対戦、お楽しみに、ありがとうございました、イエーイ、おい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 向こうで引退させましょう、はい、私が向こうで入ります、そうしましょう、はい。